今までの統制風の装束も気に入っておったのじゃが、やはりこちらの方が慣れた感じではあるの。しばらくこれで行くとするか。大丈夫かの。時代錯誤な衣装を着続けておる空気の読めないジジイと思われてはおらんかな。三度の霊気再臨により天下を正すための我が妖術はさらなる冴えを得た。見るがいい、マスター。これが太平堂の信徒たちを導きし天皇将軍の姿なり。どうじゃ、かっこよかろう。窓より届く子らの笑い、物売りの声、牛車の音、なんと穏やかなことか。あまたの犠牲を払った、あまたの命を奪った、その果てに手に入れたのがこれであれば悔いはない。しかし、分かっておるとも、これは夢じゃ。なぜならわしはこれを手に入れてはおらん。なればこそこれからも続けねばな。どのような犠牲を払おうとも、どのような手を使おうとも、すべては天下の太平のために。